こったー、まいこちゃんです。プリティー、こんにちは、ゆずひこです。こっちでした、画面。早速ですが、皆さん、はい、こちらの画像に見覚えありますか？え、こわ、怖くない？怖えな。俺この画像結構ちっちゃい頃から知っちょんよね。あ、知っちょんよ、うん、結構有名なんよ。ネットで結構回ってくるよ、この顔。へえ、見たことないわ。実はね、この画像には悲劇のストーリーが隠されているんですよ。まあ今日はね、その悲劇のストーリーについて解説していきたいと思います。この画像の名前はジェフ・ザ・キラーといい、海外の都市伝説でとても有名な画像です。そしてこの都市伝説の悲劇のストーリーの主人公がジェフで、この画像の方なんですが、もともとはごく普通の一般的な人間だったんですけど、とあることをきっかけにこのような恐ろしい見た目へと変貌してしまったんです。ちなみに姿が変わる前の画像とされているのがこれですね。元の顔が普通のね、素敵な女性ですね、うん、素敵ですね、はい、はい。それがこれになると。そうなんです、はい、そしてなぜこのような姿になってしまったかというと、都市伝説の主人公ジェフは不良たちからいじめられている弟を守るために立ち向かっていくところから物語が動き出します。弟を守った後、不良たちから復讐に遭い、全身に火をつけられ火だるまになる重傷を負ってしまうのでした。なんとか一命を取り留めたジェフはその後、信じられない行動に出てしまった結果、このような姿になってしまったのです。え、どうする？俺が不良にいじめられちゃったら。もうそれは助けるけど、ちょっと待って、画面見て。ん？俺の首なんか今日長くない？見て見て見て、いや、そのカメラの画面長いね。ゆずひこはいじめられちゃったな。いや、助けに、気になる、ちょっと気になる。だけど、まあ、パンチくるやん、パンチくるやん。あ、ブシュン、ブチョコ、ぽいぽい、噛みついて、まあ噛んだら粉砕するやん、ブシャンって。そうなんですか。で、ブシャン、うわーってなるやん。そしたらうわーってくるやん。ういーっよいしょ。そしてこの弟を助ける物語の詳細を話していくんですけども、とある日、いじめを目撃したジェフは弟を守るため不良たちに挑み撃退することに成功します。しかし暴行罪でジェフが捕まりそうになるのですが、弟がジェフをかばおうと身代わりになって捕まってしまい、ショックを受けて落ち込んでしまいます。ショックで落ち込んでいるジェフを励まそうと、ジェフの両親はすぐ近くに住む親友の誕生日パーティーに連れて行くことにしました。ですが会場に着いたジェフは恐ろしい光景を目にします。なんとそのパーティーにはいじめをしていた主犯格の不良たちがいるのです。そして会場に着いた矢先、不良たちはこの前の復讐としてジェフに襲いかかるのです。その内容がとても残酷で、不良たちから漂白剤を浴びせられたところに火をつけられ火だるまになってしまったのです。気を失ったジェフはそのまま搬送され病院に運ばれる。病院のベッドで目を覚ましたジェフは全身に巻かれている包帯を外し、鏡を見てつぶやきました。これは完璧だ。鏡に映った姿は恐ろしく、茶色がかった髪の毛は黒く焼け焦げ、唇は深い赤色に変色していたのです。ちょっと残酷ですよね、火だるまとかね。どうする俺が、もしもさ、不良から一斉に襲われたら。いいだけ、お前が不良からも一斉にうわーってくりゃ、うわーって周りから来たら、とりあえずお前しゃがみ、しゃがむ、そしたらみんな肩組むじゃん、はい、これ、はい、うわーって言って、お前この中心に乗るゆずひこに対してみんながさ、もう周りから360度からうわーってかかってきたとこ、こうやったらさ、みんなこうバーンって肩組みやん。はいはいはい、はい、終わりですよね、これで。それで不良たち動けなくなると。不良たち動けなくなるじゃん、肩組むじゃん、はいはい、そしたらその肩組んだ、このエンジン組んだ間から俺がふわーって神様みたいに出てくるんよ。どういうこと？現れるん？もう神みたいに、うん、そうよ、召喚の儀式ですけど。あ、それ何の話しよう、お前さっきは。いや、怖い怖い怖いわこいつ、今日何、どういうこと、わからん。え、お前視聴者も困惑しちゃう。いや違う違う、何、いやいや、じゃけお前が不良から周りから一斉に飛びかかられるんやろ。はいはい、でわーってくるやろ、はい、でお前しゃがんで、そしたらこれしょ、うわーガンってこうやってなるやん、こうやってガンってなってエンジンみたいになるやん、はいはい、そしたら間にちょっと真ん中スペースあけん、はいはい、そっから俺がファーって現れてくる。それからジェフの精神状態がおかしくなっていき、病院を退院したジェフはとある日の夜、とんでもない行動に出るのです。ジェフは自宅の洗面所にて自分のまぶたを焼き、手にしたナイフで口を切り裂いてしまうのです。その光景を見た母がなぜこんなことをしているのかとジェフに尋ねるとこう言ったのです。
だってずっと笑顔のままでいたいのに、どうしても頬は疲れてしまうんだもん。こうすればずっと笑っていられるよね。と笑みを浮かべながら涙を流すジェフは、ナイフで自分の顔をさらに切り裂いていきました。ジェフの姿を見て怖くなった母親は銃を取り、ジェフを殺そうとしますが、逆に母親は持っていたナイフで殺されてしまいます。おかしくなったジェフはすでに出所している弟の眠る部屋へ移動していきました。騒動の物音で弟は目を覚ましますが、同時にジェフが馬乗りになり、口を押さえつけてこう言いました。 Just go to sleep. 早く眠れ。と。というね、悲しくもあり残酷な話でしたね。ちょっと精神状態がね、ちょっとおかしくなっちゃって、自分が助けたはずの弟まで、そう、大好きな弟にまで、ね、危害を加えてしまうということでですね、かなり精神的に来ちゃってたという。そうですね。そしてね、もう一つこのジェフ・ザ・キラーにまつわる都市伝説があって、はい、まあ、それがこの画像を見ると呪われるっていう噂なんですよ。そうなんや、はい、そちらについて話していくと、はい、顔面蒼白でまぶたがない、パッチリとした目玉がとても印象的な画像。このようなグロテスクな画像に慣れていない方は夢に出てくるのかもしれません。ネットで検索してみると、あまりにも恐ろしい画像だったようで、トラウマになってしまった方もいるようです。そして呪いにかかった影響で体調が悪くなった、便秘になった、そして咳が止まらなくなったとか結構あるみたいで、さらにトラウマにのも、あ、いや、おい、屁が止まらなくなった、これもありますか、症状に。ないです。さらにトラウマにもなるので、一生頭の中でこの画像が残るし、それもある意味呪いですよね。言うてない、そんな、何、その症状が症状じゃね、まあ、風邪みたいなさ、便秘とかもさ、それなるわけないしさ、まあ、ちょっと軽いよな、なんか便秘になったとってこれのせいかもわからんし、ね、そこまでなると。まあ皆さん安心してください。この話、海外で有名な都市伝説サイト、クリーピーパスタというとこで投稿されたものなので、作り物です。安心してください。呪われませんよ、皆さん。便秘になりません。安心してください。ちょ、待って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 。じゃあさ、あの女の子は誰なの？あの女の子は、まあ、拾われた画像ですかね。フリー画像。フリー画像にしたら生々しい女の子やったけど。ということで、今回はこの恐ろしい画像、ジェフ・ザ・キラーについて説明していきました。はい、いや、まあ普通に怖かったですね。まあ話自体はね。怖かったね。どうするお前、このジェフ・ザ・キラーに襲われたら、馬乗りとかされたら。まあジェフ・ザ・キラーを襲ってくるやん。ファーンって襲ってくるけど、まあジェフ・ザ・キラーは空想上のね、人物ということで、まあ、襲ってきたと思いきやファって消えるわけよ。はい、ファって消えて、その白い煙の中から僕が、召喚されますね。こうやってファーって、うわ、ジェフ・ザ・キラー来た、うおーおーおー、待って、これ幻想じゃん、幻覚やん、これだって作り物やもんなって思った瞬間に、幻覚と分かった瞬間に、もう幻覚もファって消えるじゃん、白い煙になって、ファファファーって目の前で消えたら、俺ファーって登場してきますよ、そりゃ。